ピセラ TV のぶです。ミキです。ハプセラ TV、はい、でんぐる返し、あ、いたいたいた、久しぶりやった、久しぶりやった、ちょっとグダグダ消えたよ、絶対消えたじゃん。いや、大丈夫、グダグダ感が、グダグダ感が最高。今回はね、コメントをいただきました、床施術の、うん、メルメルさんね、はい、メルメルさんの体重のかけ方とか、あと、うんうん、綿毛がついてる、サンタさんかと思った。あれ、うん、何が言いたいかというと、うん、あ、マイクが体重圧ね、うん、あの私自然に出張でもうやっちゃってるので、あ、分からないんですよ、あのそのメルメルさんが体重だから実際にやってみてあの実践してみます、はい、で実際出張だと本当に狭い家とかあるから、うん、あるのあるの、うん、もう壁と壁とベッド、もうベッドが置いてあったら壁と壁動けないんですよ、もうその状態から、キツキツだ、うん、だから狭いと今度股上げもしない、うーん、難しい、あの逆にあの、うん、ほんとこれしか幅がない家とかあるの、うんうんうん、そしたらこれシングル、ね、両方ね、うん、足が入らない場合こんなになった状態でやったりもするわけよ、うん、これができないとか、もうほんとパターンがめちゃめちゃいっぱいあるんで、るその時々で臨機応変にやってるだけ、うんうん、だから自然とどんな体勢でも押せるようになっちゃってるんで、うん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 、あのちょっとメルメルさんの最初の質問だけちょっと簡単に、はい、いつもありがとうございます。床施術での体勢についてお伺いしたいです。多裂筋、回旋筋、肩甲骨など反対側から押す場合の体重圧がかかる体勢をお聞きしたいです。了解です。ちょっとやってみます。じゃあ、ミキティ、うつ伏せになってもらって、うん、行ってみよう、はい、実際、わざとちょっと狭くしてます。パーテーションと、あ、頭こっちで、で、どっち向けばいい、うつ伏せで、うん、横向きじゃないの、あれ、横向きはどう、横向きは次だよね、うん、だから、この状態で普通はどっちってことなの、私、その普通がわかんないけど、普通はこっち、右側にいるときに右側に押すってこと、うんうんうん、だって普通にこっちに、これ反対側は押せるよね、うん、なので、多分、うん、こういうことかな、わからないのか、こっちはこうやって押せるけど、うん、こっち側の体重のかけ方どうなんですかって話なのかな。やっぱ床ってさ、うん、圧すごい来るね、圧すごい入るよ、床は、うん、クッションの沈みも少ないしさ、うん、これで全部いっちゃうんで、だって全部いけちゃうんで、だから両膝立ててっていうか両膝がこういう感じになってます。ああ、気持ちいい。あとはこの状態が作れない家あるんですよ。あとカップルさんとか家族でご夫婦でマットあのもう一つここにいた場合にこの体勢ができない場合があります。その場合は私結構またいでやることも、またいで普通に、まあ、片手でもできますし、膝をその時は立ててます。で反対もできますし、こっち側の手のひらもできるし、こっちもできます、うん、体勢的には自分がこう足膝を立てやすい方を立てればいいと思います、うん、で頭側に行けない場合とかもあるんですよ。そしたらもうここの状態で肩を狙うしかないので、うん、実際はもうこっちに行ければこっちからこうこういう感じになる、牽制のラインは気持ちいい、こっち側もこうだよね、うん、でもちゃんと入れるならこっち側に来てちゃんと狙ってここね、うん、ぐーこっちの方が入るでしょ、うんうん、で実際足裏とかやるときはネクスト、ここが壁だとしたらこっち側に行けないときがあるんですよ、うん、そのときは頭側が空いてれば反対にしてもらいます。動いてもらいます。あのそこ躊躇しちゃダメなんでね、なんか動かすとなんか申し訳ないっていう感覚があるじゃん、思っちゃうでしょ、うん、思っちゃうんだけど実際はちゃんと押した方がいいので反対にしてもらいます。ただ、うん、両サイドいけない場合は、うん、こっちの状態からこうするしかないんで、うん、普通にこういうふうにしてるだけですね。うわ、気持ちいい。
足裏気持ちいいね。はい、じゃあ第2の質問、うん、床施術の横向きの肩周りの押し方、はい、はい、じゃあ横向きです。第小胸筋のストレッチ、腕がうまく斜めに上がらないお客様がいます、うん、コツを教えてほしいです。それ横向きの話かな。横向きではない、横向き、まあ横向きでもっていう話かな。え、こっちでの肩周り、これはまた 別ですかね。あの床施術横向きの肩周りの押し方ですね。肩周り、はい、肩周りってここのことを言ってるのかな、うん、あ、そうだな、肩甲骨とか、うんうん、私普通にこっちに行けるならよ、行けるならこれが一番効くじゃないですか、やっぱりこっちが、これが、うん、体勢的にはこういう感じです、うん、私右膝を上に立てないとできないので反対はちょっとできないんですよ、得意な方が多分あるんだと思います皆さん、これだとねちょっと腰が痛くなってきちゃうんで、こっちが一番腰が痛くない。でこのラインを押す。例えばこっちが行けない場合あるじゃない、したら普通にベクトルが正座になりますね、私は全然正座で、こっち側からこういう感じ。勉強なんで正座で押したりするんだね。正座です私基本、気持ちいい、まあ、こっち側も普通に医療系筋のラインと、うわー結構効くんだね、横も効く効く、うわー、うん、まあ普通にこうやってやってます、うん、そして、うん、ストレッチね、ストレッチは、うん、まああのこの前も出したよね、仰向けうつ伏せバージョンの腕の肩のストレッチ、それを横でやるだけなんで何にも変わんないです。正座で普通に、ここであるとしたら腕がうまく斜めに上がらないお客様、斜めに、斜めっていうのは健常できないっていう意味かな、斜め、あ、こう上げる、小胸筋大胸筋のストレッチをしたいのに肩がうまく上がらないっていう意味でね、肩を動かさずにってこと、腕を動かさずに、その原因がどこかなんだけど、ここの肩関節の丸い部分が詰まって上がらないのか、何か原因が一つあったりするよね。まずはでも小胸筋やってみて、小胸筋をしっかりほぐしてみて上がりを確認すること。でさっきも白木さんに言ったけど、動画見てる人は分かるけど、斜め45度、この角度が、これが一番小胸筋伸びますからね、うん、こう横でもないし、ね、全然違うでしょ、ここ伸びてないんですよ、伸びてない、でこれで引っかかるので、うん、この角度で伸びるので、うわ、うん、この角度で伸ばしてください、うわ、うわ、うわでしょ、うん、うわ、本当は横向きだから枕かましてください本当はね、うん、なので肩の上がらない原因が何かだよね。まあ一つ言ったら白子ちゃんなんですけど、これもいいと思うよ、あの肩関節に関しては、うん、気持ちいいよね、うん、ここを動かすことによってあの肩が動かしやすくなるので上げやすくなる、あとはさっき言った小胸筋ね、小胸筋でも上げやすくなるんで、あとは姿勢が悪い人も上げにくいっていうのがあるので、その場合は背中側、背中の真ん中、真ん中をグーッとって姿勢を改善していく、もう親指でも中指でもいいんですけど、真ん中辺と肩を押さえてここ柔らかくね、でグーッと奥に入れていく、で姿勢を改善していくように、これも一つ上げやすくなる一つのやり方だよね。でも大抵はね、私が言ってる第一ポイントの小胸筋ですよ、これが悪さしてることが非常に多いんで、だから今これめっちゃ硬くない、めっちゃ硬いです、うん、めっちゃ硬いだけど耐えられるでしょ、うん、痛いけど、うん、効いてる感じ、あのねわざとね今小胸筋をこうこっから B 地区の方に行ってるわけですよ、うん、斜めに、うん、でわざと小胸筋を大胸筋じゃない小胸筋をわざとずらしてるんです、これが小胸筋なんで、わかる、あれ私の中でカチッカチッって、あの小胸筋だけを狙って、ね、音が鳴ってる、そうカチッカチッって狙って、うん、カチッカチ、あの本当こういう斜めのラインに入ってるので小胸筋、それをわざとこうずらして、それとねキーンっていうね、このキーンっていうのが一生懸命じゃないな、ズーンっていうこの痛気持ちいいこの感じ、うん、うん、この感じ、白子ちゃんこれ多分泣いちゃうよ受けたら、うん、こうわざとずらしてこう
こ横に切ってる感じです。こういう小胸筋の線、筋繊維をこっちにこうわざと出して、で優しくやるなら言ってたね、あの面顔太い方でこれでグッズドーンと。あー、なんか見た目にはもしかしたら痛そうに見えるかもしれないけど本当に気持ちいい。本当に気持ちいいよねこれね、ズドーン、これ超気持ちいい、うん、これは長押しです、うん、それから腕上げてみて、上げやすくなってるはず、うん、はい、あと何かありました。こうさ、でもさ、変な話さ、膝をこうさ、多分自然と反って私のさ背もたれになってるじゃん。あ、背もたれになってる、自然そうなってるんだけど、なんかあったかくて気持ちいい、これがあったかくて気持ちいい、なんかだからちょっと膝当ててる感じですね。う、うん、あのやり手のキャバ嬢みたい、やり手のキャバ嬢どういう表現分かんない、なんかそういう感じ、なんか、うん、安心する。あ、なんかだからこういうことも自然にやってる、多分自然にやってるね、自然にやってる、やっちゃってます、うん、なるほど、倒れない。床施術ってやっぱりあんまり私自身が受けてきてないから、すごい今受けてて新鮮。ああ、うん、そうか、うん、こういうのはだってこんなのベッドの上ではやんないもんね、よくかかってもらうようにとかないか。じゃあ次、うつ伏せストレッチを、うん、うつ伏せストレッチを、はい、詳しく教えてもらいたいです。何のストレッチは、肩、やっぱりうつ伏せでするストレッチ、上半身、それとも足、どこっていうのは書いてないんですけど、これもだからこの前思いっきり出したベッドのやつの床バージョンなんで、ちょっと下向いてもらって、例えば小胸筋のねストレッチは、うん、あ、どうやって自分の体勢を持ってってやってるかってことですかね。そうそうそうだね。だから自然にやります。自然に、はい、だから小胸筋のストレッチはこう頭持ってきて、で優しく持って、はい、ここ行きますピリュッてやって、あ、私こう自然になってます。ここがポイントかもね、自然になってるから。で押さえてグッと。これと、はい、はい、これと、このあと言ってたね、もう全部膝でこう肘当ててますね、私自然と。わー、こう気持ちいいね。これ姿勢改善ですからね。うわ、そっか、これ知っといた方がいいよね、床施術。自然にやってるからこれね。でも一つポイントだよね。だってこうやってやると腕の力でやらなくちゃいけないから安定しないんですよ。これこう、こう当てることによってすごいこう固定されて、痛い、こっちもね、全然疲れない。ちょっとこれ近すぎません。あとは肩関節周りのストレッチ、こういうのとかもありますね。この時こうなってますね、自然と。右膝が。これは肩の丸い骨頭の部分をこう持って動かしてる感じです、うん、ただ肩持って動かしてるんじゃなくて肩関節の中を動かしてます、うん、ここを持ってこれを、うんうん、ここ、これ、これグイグイグリッと、うんうん、あとストレッチはなんだ、足のストレッチ、あ、私必ずやるストレッチは仰向けっすね。ネクスト。ミキティ仰向け、うん。ハムストリングとアキレス腱はさっぱりするんで必ず入れてます。理状筋も結構やる。まあでもうつ伏せストレッチって書いてある。じゃあ、まあまあ、おまけで、うん。これは自然と、うん、これが乗っかってます、うん、手が。気持ちいい。うん、見える手。うん、こんな感じでお尻ここ理状筋を、これ理状筋のストレッチね、うん、これもねこの前勉強会でも言ってたんだけど、うん、みんなね結構 7,8 割でがっつり伸ばしたと思ってるセラピストさんが圧倒的多かった。もう圧倒的、私も前そうだったよね、前やった時もっとこうだよって教えてくれましたもんね。そう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 、もっと伸びるんですよ、うん、あのアキレス腱ね、これ覚えてる、あのね勉強会でもやったんだけど、例えばこうやって伸ばしてる人いたな、もうマックスこうやって私 100% 伸ばせますよみたいな人がいて、うん、これでグワー伸ばしたの、うん、これすごい来るでしょ、うん、来る。でもこのすごい来る以上にもっと伸びるやり方もあるし、本当はもっと伸びるんですよ、うんうんうん、っていうのはちょっと手元を映すんだけど、今のやり方でいくよ、うん、アキレス腱伸ばし方いろいろあるじゃん、うん、まあこれだとして、うん、でミキティ自分で足首もっと自分の方に引いて、もっと行くじゃん、あ、行く、全然行くんですよ、今2センチくらい動きましたからね、うん、これがこっから行くと一番マックス、そうマックスなわけです。
すごい。本当そういうことなんですよ。ストレッチって。それやってもらうのも入れてってこと。自分で寄せて。本当にアキレス腱伸ばしたいんだったら自分の方にこう自分の方にこうグッとっていうのは人間ね必ず防御反応が入ってるんですよ。守るために 100% 活かせないようにしてます。股関節のストレッチもそうだし、だからどこまで行くかお客さんに自分でやってもらうと安心感あるし、そこから伸ばすとめっちゃいい。俺私はこうやってやるんですよ。私のアキレス腱はいつもこう押さえて肩乗っけて、これでグッと、これが一番来ると思ってるので、ね、これでミキティ自分の方に寄せて持っていく。これでもう限界ですよね。だから、でも今寄せたのは足首をこっちに、そう足首をこっち、じゃあお客さんに声かけもしするとしたらつま先自分にもう少し寄せてとか言うの、なんて言うの、言い方難しいよね。なん、うん、優しい人だったら寄せてで、なんて言ってんだろう、いつもえこうやってやってアキレス腱伸ばしますは言うの必ず、でぐーっと、はい、もうちょっと自分の方に足首持ってきて、足首じゃないな、なんて言ってんの、つま先、あ、もうちょっと自分の方に持ってこれますかみたいな。ああ、そっか、うん、もうやってるからね、うん、おー、これがマックスです。で、これは必ずやってます、うん、ここが気持ちいいんですよ。ハムストリングのストレッチは必ず入れてます、うん、え、今の気持ちいい、いや、そうそう今の叩くの気持ちいい、ね、これを押さえながら床だと、で、叩く、これが気持ちいい、あ、やっぱそうね、すっごい気持ちいい、これすんごい気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、これ、うん、これめっちゃ気持ちいいんで、シュト？シュトです、へえー、で、膝の裏をしっかりやりました。膝の裏がこう伸ばすときにこう詰まる感がみんなこの辺あるんで、うん、だから必ずここから、うん、ビンビンってくる、うん、で、座骨までしっかり、こういう気持ちいい、うんうん、あーすごいね、これで、気持ちいいって反応があったら、うん、今度はこれもやります。これが気持ちいいので、あー、ない、あ、わー、わー、あんまり気持ちいいって反応がない人はこれあんまりやりません、うん、これさ、かかと立てたらどうなの、かかとを立てる、強めが好きな人は、うん、これもっと鋭く入ります、うん、で、もうちょっと詳しく言うと左足が座骨をロックするっていうのがある、うん、あ、でもちょっと変なとこ行かないように座骨ちゃんと、ね、うん、ちゃんと分かってね、分かって、で、カウンターです、引っ張りながら右足で押してます、うんうん、おー、で、まんべんなく上から下まで、おー、うん、うわー、きくね、いや、効くんですよ、これ。私、足首が怖くて。ああ、足首、うん、そう、なんかぐらぐらしてない、今、グリって言ってた、ね、そう、なんか不安定なんだもん、多分そう、捻挫しすぎたんですよね、うん、捻挫しすぎて、で、これも、回線も、あの、マックスで回すと一番効くんで、内転筋が伸びるので、うん、今みたいにこれやってるだけだったら、ただ回してるだけなんだよね、うん、さあ、どうしましょう、私、床施術はここに必ず出します、私それやる、で、押さえます、うん、これがこう、チケットで逃げるんで、うん、押さえて、ここでこうすると、めっちゃ、うん、あ、回すんだ、私、うん、そうか、それもこれ気持ちいい、効く、気持ちいい、これ内転筋がめっちゃ、うん、結構しっかり押してくれてて、うん、なんかここの、なんか腱というか、こういうソールもすごい、うん、あの、ほぐされてる感じ、効いてる、うん、これで、グッと、うわー、で、こっちもなってる、同じように、グッて押されてないのにね、ああ、そうそう、そっちにグッとくる、うん、そうそう、その感じ、反対はどうする、もうこっちがさっぱりすると反対、うん、やってほしくなる流れでね、あ、なんかお腹出てるよ、なんつったっけさっきのこと、お腹出てることなんつったチビティ、うん、チビティチビティってなんだろう、チビティって昔あったじゃん、ああ、チビ T シャツね、そう、え、なんだと思う、いや、わかんない、全然わかんない、言葉が全然わかんないで、こうやってやる場合もこれいいよ。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。本当にこれね。手痛くないの？全然痛くない。おお。ちょっとやってみるか、うん。本当にこれやってあげて。あの、さっぱりするの、うん、終わるときに最後。でも私これやった後に足の裏をポンポン叩いて、ミキティのあのバーってやって、うんうん、一緒で、私は足の裏にまた足の裏途中で入れてたとしても必ず最後足の裏触って終わります。うんで、ちゃんとやる場合はこれもあります、こうやりながらもっと前に来てこうロックしてこう、あ、でも、あ、思ってたよりは普通にほぐれる感じ、うんうん、こういうやり方もあります、うん、で、アキレス腱ね、うん、で、グッと入れた後に、はい、ちょっと自分の方につま先持ってきてくださいって、うん、硬い私
でこれはねあんま長くやるともう限界になるので10秒ぐらいかな、そう、ね、10秒ぐらいでもうこれでもさっぱりしてます、もう急にね、うん、秋月のこの神経さーっと神経が通る感じ、うん、酸素が流れたみたいな、血液が流れたみたいな、うん、でこれもロックしてグッと入れて、で自分が見て柔らかいんでこのグッとここだから腕が邪魔してるんですよ、なるほど、でグッとここまで行くんで、すごい、うん、気持ちいい、グッと、ちなみにここで押してますからね、うん、そうそうそう、コントロールしてね、うん、こっちは支えてるだけなんで、うん、ここでグッと押してます、うわグッ、これちょっとスペシャル勉強会みたいなでね、さっき気持ちいいって言ったやつね、うん、入れて、うん、これささっきの足首、あ、でもこれは平気だ、あのそういう人の時に持つところを変えるとかそういうのはないの、なんかもし足首ちょっと痛いかもとか言われたら、めっちゃそういうのがあったらめっちゃそれで臨機応変変えるか、足首が痛いって言ったらどうしようかな、じゃあもう足首を多分こういうとこが痛いはずなんで、うん、グラグラして、例えば肩ここ触らないでかかとだけ持ってこうやってやるとか、あ、足重心で、全然違う、全然違う、足重心でやる、うん、全然違う、ここが痛い人はね、うん、そういうふうに変えてやるだけ、全然違う、当たりが違うし、うんうん、こっちの方がいい感じ、そっちの方がいい、私は足首持ってね痛い人がいるんだよ、今ちょっと抜けたね、寝ました、うん、でもなんか嫌な抜け方じゃない今の、うん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 、さっきのガッツリ持たれるとあの痛い感じね、足首なんか怖い、痛いっていうか痛くはないんだけど怖い感じ、うん、座骨こうやってやってグーッと座骨を押し上げる、うん、あ、これねなんかやったね、タイで、うん、そう、タイだね、これ、うん、これで足がさっぱりするわけですよ、うん、カモシカになった感じ、うん足かもしかなって気分軽いからよし、スペシャルバージョンどうでしょうか、あとなんかもうこれで終わり、さっきの質問の、うん、あ、終わり、ちょっと見せてやってみて、多分あのメルメルさんも、うん、多分ミキティは全然分かんないじゃん、ゆかせず、あ、全然分かんない、やった時に、うん、同じことになるかもしれない、うん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 、で一回ちょっと切ってもらって、うん、別バージョンだっすね、うん、Girls are one